レイランナー。レイ？レイランナー。レイランナー。もう入り口からもう揚げ物のいい香りがしてます。防寒対策万全、あとは酒と肉を注入するだけ。はい、ということで本日は大阪の十三駅にやってきました。十三はちょっと久しぶりかな。美味しい肉が食べれるお店に今から向かいたいと思います。皆さん、山木といえば西成のホルモンが思い浮かぶと思うんですけど、ここ十三にも素敵な山木があるので、今日はそちらをご紹介したいと思います。入り口からもう揚げ物のいい香りがしてます。阪急十三駅の西改札口を出て本当にすぐの場所にあるんですけど、もうこの前を通ったら確実に足を止めちゃいますね。すいませんお邪魔します。酎ハイプレーンで。はい、お願いします。ありがとうございます。初めて来たんですけど、やっぱり寿司がおすすめですか？そう、やっぱりね。はい。こうやって20丸って言ってたから。あ、20丸からじゃあ狙おうかな。じゃあ、牛串の、ハラミとカルビ、肉吸いももらっていいですか？はい。これ肉吸い作ってくださるんですか？あ、紙席だ。串が向こうなんですね。うわー、もう。見てるだけで温まりますね。ねえ、これは水。いえ、酎ハイプレーンです。今日もご自宅で飲んでる方を一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい。はあ、キンキンや。はあ、寒い。はい、ありがとうございます。うわ、熱々。肉吸い190円です。甘い。見た目にも分かるように肉の旨味が存分に出てますね。あー、底冷えしてた体が心身温まる。名前何だっけ？レイランナーです。レイランナー。レイ？レイランナー。レイランナー。ランダンです。ランダン。はい。レイランダン。はい。すいません、どうもやっぱりチャンネル名が覚えにくいみたいで。一口目来ました。カルビです。このさっぱりの大根おろしで食べれるところがまた女性に優しいですね。うん、うん、甘みのあるカルビにこのプレーンが合うわ。プシューは言わない。プシュー、甘く小酒。うん、すいません。うん、
はい、脂身たっぷりですけど大根おろしで食べてるんで0キロカロリー。このくだりもう飽きましたか。ああちょっとお調子しちゃった。まあまあ、ハラミはわさびで食べるみたいですね。こちらも190円です。わさびはちょっとにしときます。ハラミ自体にしっかり味が染み込んでて、もう私の体に染み込んでくる。聞いてもいいですか。はい、揚げ物でコロッケ人気ナンバーワンだったんですけど、はい、メンチカツかどっち食べるか迷ってるんですけど、どっちコロッケかメンチカツ迷ってるんですか。はい、まあ、コロッケの方がおすすめです。あ、わかりました。じゃあ、手かかってるんで。はい、手かかってるんですか。はい、はい、ゼロから作ってるんで、1から、1日何個ぐらいコロッケって出るんですか。多い時で、はい、200個作ってるんですけど、それほぼほぼ売り切れる。すごい。作っても作っても追いつかないから。あ、本当ですね、大変。じゃあもう常にそのストック作っとかないとですね。そうですね、もうまた一緒に参加しました。よく山木さんにはいらっしゃるんですか。何ヶ月かに1回ぐらいですかね。あ、じゃあ定期的に来られてるんですか。もう好きでよくたまに、はい、あ、ここのお肉すごい美味しいんで。いや、そうですね、はい、しかもめっちゃアットホームで、そう、資源でも入りやすい。あ、もうめっちゃすんなり入れます。あ、ね、はい、料理美味しい。美味しいです。コロッケすっごい好きなんです。あ、今注文したところですよ。今から食べます。お酒に合います。わ、じゃあ胡椒効いてるんで。あ、そうなんですか、はい、じゃあ食レポに使わせて、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。店員さん、視聴者さん、常連さん、おすすめのコロッケ130円です。一からね、作られてるみたいで。よいしょ。中はね、結構ゴロッとしたジャガイモも入ってますね。そしてスパイスが効いてる見た目。コロッケソースなしでも美味しそう。これすごい美味しいね。私はほとんどソースなしです。あ、そうなんですか。いつもそのまま食べます。じゃあそのまま行きます。あ、そうなんですか。今ね、機械が食べてるんですよ。そうなんです。ここはね、ここの方に行って、はい、ここに行って、はい、ここに行ってないんだけど、うん、ここはね、結構こういって美味しい。へぇー、ね、270円で安いです。安いでしょ。はい、うん、それでもう300円、400円取られてる。あ、そう、あ、コロッケのちょっと食リポ言ってなかったんですけど、次失礼します。しっとりゴロッと食感両方あって、スパイスが効いてるので本当にお酒に合いますね。ソースなしでこれだけ美味しいのはコロッケ革命です。これが豆腐。そうそう。はい、よくもお客様。つけての味変もいいですけど、個人的にはソースなしで美味しいです。はい、ということで本日は十三駅から徒歩すぐの場所にある肉の山木商店さんに行ってきました。安くてうまい、そして接客も抜群。この三拍子が揃う店、行かないわけにはいかないですね。肉の山木商店さんではテイクアウトもされてらっしゃいまして、揚げ物以外に少しお時間もかかりますが串もできたりとか、お弁当などもテイクアウトされてらっしゃいますので、ぜひ皆様も行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。肉食べたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ハムッと辛味自体をしっかり味わった足に。はい、ということで本日は肉の山木さんに行ってきました。